昭和44年の5つの赤い風船の当時世界に来ています。皆さん元気よくよろしくお願いします。 Thank you.
くれた。それでは恋のバカンスという曲をやりますので、皆さん多分絶対ご存じだと思うんですけど、昭和の歌謡曲です。それでは行ってみよう。昭和の名曲、恋のバカンス。あなたの口づけに甘い恋を夢見る乙女心よ、黄色に輝く熱い砂の上、ただそれ恋をしよう。初めてあなたを見た
歌でしょ。懐かしいじゃないですか。了解。さあ、はい。ロード付きで。すみませんね、先生が交差しておいて。いらっしゃる中で。申し訳ございません。ご苦労みくださいよ。じゃあ、次の曲はですね、僕らが、フォークソングを中心にやってまして、フォークソングというペッパーの曲をどこでも何回かさせていますけれど、あのスパです。あのスパという曲を、あの素晴らしい愛を感じます。皆さんご一緒にお願いします。どっちだけでこう時間が残してきたのに、あの時同じ花を見て美しいと言った二人の心と声のよう、今はもう変わらない、あの素晴らしい愛を、それはね、いや、普通は、
Thank you.
マンゴーマスター、どこに行くの？どうしたら、ギター！ハッピーマスター！ハッピーマスター！何だよ？福島出身！出身いらっしゃってなかったから、乾杯の。すいません、今の曲は春じゃなくて、花でした。すいません、ごめんなさい。でもなんか、だいぶ確か春でした。じゃあここで最後に笑顔を。エンディングソング、ラストを飾ります。今日のエンディングソングでございます。